本当の男女平等の意識は、もっと時間が必要な時代だった。虎に翼。どんな職業でも、必ず何かを乗り越えなければいけないことがある。それは、同じ職業の競争相手であったり、困難な事柄であったり、平等でなければならない。男だから女だからはあってはならないけど、あの時代は女だから女なのにから抜け出せた時代の最初でした。第109話の話は、秋山の妊娠を契機に、智子は女性放送の労働環境改善を目指し、意見書を作成して桂場に提出した。一方、星家では、由美の提案により、かつて猪爪家で使用されていた番号付き棚を導入することに。友和も棚作りに参加するが、のどかだけは冷淡な態度を崩さなかった。第109話は、このようなお話になるようです。時期尚早。女性の労働環境の改善に、桂場はそう言いましたが、では、いつになればいいのか。どれだけ時間をかければいいのか、誰にもわからない。大きな戦争に負け、急速に人々の意識が変わりつつある、あの時代だからこそ、一気に悪しき風習を変えていければ。智子のように、行動力のある女性が変えていければと思います。そして、星家の雰囲気は、未だによくわかりません。友和が良ければ、今度はのどかに不満があって。友子は、これからも同じ時間を共有する家族として、何でも話せるようになる家族として、こちらでも頑張っていくようです。第108話、直明の生徒を集めた勉強会では、小橋の思わぬ本音を聞くことができました。生徒と真摯に向き合おうとする彼に成長を感じます。社会に出れば苦労するとわかるのに、なぜ女性が働く必要があるのか。良介という生徒の疑問に、小橋は共感します。そう、わかる。男性も好きで働いているわけでない。家族を養う責任があるから働かねばならないだけだ。今日も来たくて来たわけではないんだよな。勉強会に来たのは親に勧められたから。彼は退屈そうな様子の涼介と源太を見ていて、そう感じていました。先生や周りが構ったり優しくするのは、優等生や不良など目につく子であることが多い。中途半端な俺たちはいないも同然。できる男と比べられるのも嫌なのに、さらにできる女とも比べられる。頑張らなくてもいいのに、頑張る女たちに無性に腹が立つ。彼が学生時代からそんな思いを抱えていたことを初めて知りました。優秀な人や目立つ人と比較されるのは辛いに決まっている。平等というのは多くの人にとって損する気持ちになる部分もある。でも、その苛立ちを向けるとき、弱そうな相手を選んでないか？彼らが将来仕事に就いたとき、弱者に怒りを向けたとしても、何の利益も得られない。それどころか、平等な社会を拒む邪魔者になりかねない。たとえ一番になれなかったとしても、努力を評価してくれる人間はいるはず。
小橋は将来、生徒たちが自分のような思いをしないよう願っているのでしょう。智子は本当の気持ちを知り、やっと彼を理解できたかもしれません。小橋とは学生時代から犬猿の仲でしたから、ようやく分かり合える時が来たのは、きっと互いに成長してきたからですね。勉強会は無事に終わりましたが、秋山は納得できない思いが残ります。彼女は子供を授かったことを内緒にしていました。由美を身ごもっていた頃の智子と同じ立場です。弁護士を諦めるしかなかったあの頃、智子は地獄の中にいました。秋山は今、判事としての道を閉ざされるのでは？という不安を抱えています。この頃の法律では、出産前後6週間までの休暇申請しか認められませんでした。新生児を抱えながら仕事を続けていくのは、どうしても無理が出てしまう。女は人の3倍頑張って、やっと男と並ぶと教えられた。秋山は人の5倍の努力をし、半時歩の仕事を得たようです。身だしなみを整え、綺麗で明るくいるのは、彼女が人知れず努力していたから。自分でやっと切り開いた道を自分で閉ざさなきゃいけない。秋山の辛さは智子の過去と重なります。出産後、判事として働けなければ弁護士を目指せばいい。秋山は夫からそう助言されたそうです。しかし、経験もなく幼い子を持つ女性が弁護士として雇用してもらうのは難しい。育児期間のブランクを取り戻すのは相当大変なこと。同期に先を越されていくことにも焦りを感じるはず。智子が秋山に話したのは過去に自分が実感したこと。あなたが心から望む選択なら、どんな選択でも応援する。出産後も判事を続けたいなら、居場所は確保する。彼女は後輩のために、道を切り開く決意をします。ダメだった時、余計に傷ついてしまうのでは？最初から期待しなかったら、傷つかずに済む。家では、友和とのどかが、智子にそう意見しました。なるほど。光一は子供たちが自分にそっくりだと思ったよう。戦争への責任から心を閉ざしがちだった彼。友和とのどかもまた光一に心を閉ざしているのかも。お父さん、よく話すようになったよな。友和はのどかに話していましたね。よかったんじゃない？お母さんが死ぬ前に望んでたこと、智子さんが叶えてあげたってことで。のどかがそう答えていました。亡くなった照子は、光一が心を閉ざしていることに胸を痛めていたのでしょう。お母さんは、お父さんが大好きだったからな。友和とのどかは母への思いがあり、父の再婚には複雑な気持ちを抱いているようです。そして友子は早速、桂場に意見書を提出しました。提出したのは、育児期間の勤務時間短縮と、育児期間の長期休暇取得の提案書。桂場は時期尚早だと跳ねつけます。そんな彼ですが、智子のことはずっと気にかけてきました。
過去に穂高先生が弁護士を辞めるよう彼女を諭したとき、桂場は後に意見していました。中途半端に投げ出すくらいなら手を出されない方がいい。先生だけは彼女を最後まで信じてあげるべきだったんじゃないですかね。彼が智子を突き放すのは思いやりの気持ちからでした。そして秋山と米が司法研修で一緒だったと知り、智子は驚いていましたね。ご婦人の化粧は紳士の髭剃りと同じ良識ある大人の証ですよ。秋山は男装で化粧をしない米に対し意見したことは有名でした。ルイは友を呼ぶってやつか。米の言うように秋山の強気なところは智子にどこか似ています。智子は米と轟に協力してもらい、最高裁事務総局に意見書を提出するつもりでした。女性放送を目指す後輩のため、これから署名を集めていきます。私たちが次にするべきは、道の開拓ではなく舗装です。この道をいかに通りやすく、平坦で快適なものにするかだと思うんです。女性が放送の世界で安心して働けるよう、皆の力を貸してほしい。智子は、明律大学女子部の先輩や後輩を集め、話をします。ダイアンと桂葉が駆けつけたのは、協力するつもりなのでしょうか。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。